そこにカーブだとかね。中目三振、ね、ランナーなくなって、そして梶谷を空振り三振に仕留めました。スリーサーとぶつかりたいと語っていません。空振り三振、スリーバント失敗、ストレート、ランナースタート、空振り三振ですよね。外ストレート、これはすごい、見逃し三振、最後はインコース低めストレート、ピンチしのいだ杉内、0対0続いています。